三重県は今日、不登校の中高生を対象に仮想空間メタバースを活用した交流会を開きました。不登校の中高生が社会とつながるきっかけになるよう、三重県教育委員会は去年からメタバースを使った交流事業に取り組んでいますが、今回初めてゲーム感覚で参加できる 3D メタバースで実施しました。参加者は大学生のボランティアと映画やアニメの話をしたり、アバターを動かしてクイズ大会に参加したりしていました。